ナポリの窯でピザを注文しました。いいですね。こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、ナポリの窯でピザを注文しました。で、今日注文したのはですね、こちらがテリモチ牛カルビと、違うわ、こちらがテリモチ牛カルビ、お餅が入ってますね。こっちが牛カルビマックスです。いただきます。で、今日のドリンクはですね、カルピスサワー濃い贅沢、これお酒です。まだまだ1月、新年ですからね、ピザとお酒はよく合います。乾杯。おいしい。全然お酒って感じがしない。じゃあまずはテリモチ牛カルビから。こっちは海苔がついとる。おー、いいですね。マヨネーズとカルビの相性は最高です。これお餅かと思ってたら、なんか芋餅でした。ほんのり甘くて美味しい。生地ももちっとしてて美味しい。芋餅って美味しいですよね。こちらが牛カルビマックスです。おお、具がめっちゃ乗ってる。落ちちゃった。カルビマックスです。耳の辺までチーズがかかっとる。献立迷った時とか、何にもしたくない時、デリバリーはめっちゃいいですね。で、今日の2杯目はプレミアムモルツのビールです。おほ、もうちょっといるよ。乾杯。はあ、美味しい。ピザとビールは合いますね。芋餅が乗ったピザって珍しいよね。美味しい。すごい、めっちゃ具がめっちゃずっしりって感じ。バーベキュー的な野菜もいっぱい乗ってるね。イタリアで本場のピザを食べてみたいな。あとパスタ、イタリアって美味しいものが多すぎ。
ピザはうまい。うん、この芋餅もちもちで美味しいです。昔芋餅よく作ってたな。ピザって美味しいですね、ほんと。チーズとあとこの生地と具材の相性が最高です。なんかそういえば最近ネットで見たんですけど、お餅の消費量ってだんだん減ってるんですって。お餅美味しいのにね、なんで？食べ物がいろいろ増えてきてるからかな、世の中のね。お餅も今年もいっぱい食べたいですね。これは芋餅だけど。やっぱお餅はでも1月は食べたいですよね。皆さん1月に食べたいものって何かありますか？コメント欄でぜひぜひ教えてもらえたら嬉しいです。テリモチカルビー最後の1枚です。最後のワンピースです。なんかズッキーニとかも入ってて超具だくさんですね。最後の一口です。
うん。ごちそうさまでした。ナポリのカマのピザめっちゃ美味しかったです。いやーもう具沢山、もうこのカルビマックスが具沢山で超幸せでした。で、とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。Let's eat and smile!いや皆さん、うがい、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスしっかり対策して平和の世の中を楽しみましょう。バイバーイ。